チャールズ・ナウジン・シャルル・ノータンは、フランスの博物学者である。植物の交雑実験を行い定性的ではあるが、交雑植物の5世代に交雑に用いた元の種の両方の形質が現れることを、メンデル以前に考察した論文を公表した。ソーヌイコール・エイコール・ロワール県のオータンに生まれた。1837年に、モンペリエ大学を卒業した。 1839年からパリ自然史博物館で働きながら1842年に博士号を得た。シャプタル大学で動物学を教え始めたが、神経性の病気で顔面が麻痺し、聴覚を失ったため教職を諦めた。1854年に自然史博物館の博物学研究職となり、1863年に科学アカデミーの会員に選ばれた。 1869年にコリエールに移り個人の実験農場を開いた。1878年にアンティーブのド・ラビラチュレ植物園の園長に任じられた。著作にレビューホーチコール、マニュエルデールアクライメーターがあり、植物の交配種に関する論文メモワールシュールで、ハイブリディーズジュレニアベジェトールは1862年に賞を得た。遺伝や進化に関する、 先駆的な知見が評価されている。ジャン・ドゥ・シュ、佐藤・直樹進化する、遺伝子概念、ミスズ書房・処方 ISBN 9長7846億2207万9149ナウジン SPHD、シシス、アクセスト2013年8月13日、レッド・レボディ、エイド・ナツラリステでし、ナウジン、 アクセスト2013年8月13日、リマーゴムンディ科学の歩みところどころ、遺伝子発見への道、鈴木義継ナウじは、植物の学名で命名者を示す場合に、シャルルの横断を示すのに使われる。ありがとうございます。